皆さんこんにちは、小野田道久です。今回は高い球の処理フォア編です。今日も高尾プロとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、高い球の、処理、一般の方は、一番難しいジャンルの一つと言ってもいいだと思うんですけども、どんなところに気をつけて打ったらいいですかね。例えばすごくスピンがかかっているというイメージよりも、ちょっと高さを出された、いわゆる相手が少しこうつなげてきたり、確実にこう高いところで打たせる、もしくは下げさせたいっていう意図のボールですから、どうしてもね、なんかこうそれを打ちに行きたくなっちゃうんですね。もちろん打ちに行くっていうのは強気の姿勢はあってもいいですけど、僕としてはやっぱこうポジションをきちっとさせなきゃいけないなと思いますね。当然高いボールですから頭より上のボールっていうわけですから、打ち方もそうですし、下半身の使い方もちょっとレクチャーできたらいいと思いますね。Please subscribe。 ちょっとイメージです。イメージこう下げられたとこの、ラストいきます。ちょっと今手出しなんですけども、もう少し後ろに来た場合、こういう時は、僕はセットアップはいつも同じ、それと、右足ですね。右足がしっかりためを作って力を伝えていく、ここが一番注意しているポイントですかね。肩口より高くなっちゃうと、やっぱ打ちづらいと思うんですよ。いくらフォアといえども力が入りづらい、もしかするとグリップの厚い方は高い方が打ちやすいかもしれないんですね。で逆にグリップの薄い方は肩口まで弾まさせられると綺麗にラケットが出ないということにもなってきますので、僕はやっぱりこの例えばバウンドして腰の高さで取る、いわゆる最高到達点に行く前に取るのか、それともぐっと距離を取って一回最高到達点から少し落としたところをきちっと打つのかっていう判断の方が大事なような気がしますね。ちょっと高尾プロに打ってもらいます。いきます。僕はどちらかというと下がって慌てずに下がって、判断をして、ラストお願いします。足の向きとかはどうですか。僕は変にこう背中を向けようとは思わないですね。あまりにもこう背中を向けすぎてしまうと、やっぱり相手がもしかしたらスッと前に来る可能性もあるんですよ。多分ダブルスやられてる方なんかは、こうロブっぽいのが来て下がった瞬間に打ったらボレーで決められたっていうこともありえますので、やっぱ相手をちゃんと見ながらボールも視界に入れながら打てる準備をしておくということですね。この構えはあんまり変えず、変えないですね。で今ちょっと球足緩いですけど、実際にスピンでボールがグーンってきた場合は、僕なんかは結構もうローテーションをここでしちゃいます。こうやって思いっきり背中を向けちゃう、深いボールが入った場合だと、少しこう中途半端なもう返球になるとその後決められるってパターンが多かったので、ここのディフェンスのボールをもっとヘビーに返すっていう練習を結構やりました。その時は足はもう反対側に向けて入れ替えるぐらい、反対側に向けて、それか上半身はこうウィップって言ってこう、ナダルみたいにこういう風に使う、ここは相当筋力がないと難しいところだと思うんで、まずローテーションをしちゃう、そこから前に行く、こういうのを結構自分ではやってました、ね。僕もこの下がった時にやっぱり自分がある程度いいボールを、いわゆるこのディフェンスなんだけど高さもしっかり出す、スピードも出す、なおかつ回転でちゃんとコントロールするっていうのを前提で、いわゆる後ろからちゃんと押し込むっていうんですかね、それは必要だなと。でいいボール行って相手が体勢崩れたら、スッと前に入って次のボールを待つっていうこともありますので、そのあたりの僕はもうね、本当この見極めであったり、判断であったり、もちろんショートバウンドで返さなきゃいけない、例えば後ろのフェンスがすごく、場所が狭いというコートもありますから、だったら変に下がらずに、その場でうまく前できちっと捉える、上がってくるところをちゃんと見極めて綺麗にボールを当てるとかっていう作業も必要かなと思いますね。実際には
ラリーをしている中で来る返球だと考えると、はい、後ろに行きながら打つっていうことがほとんどじゃないですか、はい、後ろに行って前からってなかなか難しいと思うので、はい、まあ、僕の場合は最初今あのローテーションするって言ったんですけど、はい、左足をこうやって上げて、はい、こうやって打つ練習もやったことあります。なるほどね、まあ、あのスペイン系はね、はい、結構そういうふうに言いますよね、はい、あの横向きを保ってここでグッと上げろっていうことを言いますね。左の足を後ろ、はい、右手を前、まあ、こうやってひねる、はい、まあ、ジャックナイフの反対バージョンみたいな、ね、こっちの反対バージョンで、はい、まあ、こう入れてこう打つっていう、はい、まあ、これ結構やったんですけど、うん、ちょっとね僕には合ってなかったです。なるほど、ね、これはね多分ね僕はクレーコートに結構特化した技術であったりシングルスで使うところなので、うん、なんていうかな、こう相手をやっぱきちっと見るとか、はい、あのいいボールを打てるという要素を考えて、うん、ちゃんとサーフェイスとかもね、はい、見極めて使っていただきたいですね。そうですね、はい、まあ、ちょっとここの後ろのボールっていうのは結構高いボールで筋力も必要な部分あると思うんですけども、はい、まあ、下半身からの力をしっかり伝えていくという、はい、まあ、そういったイメージを持ってやっていただけると成功、まあ、体験が作れるかなという感じがします。はい、そうですね、ぜひやってみてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。Please subscribe. 高いボールのフォアハンド編ということで高尾プロ、まあ、どうでしたか。もう一度確認ですけどそのボールをどう判断するのかっていうのが必要だと思うんですね、はい、ですからそのあまりにも高いところで打ちすぎないようにすることであったり、うん、ショートバウンドって言ってもねあまりにもバウンドした直後に処理するっていうのも、うん、それはなかなか難易度が高いですから、ね、自分が少しでも、いい場所で捉える、うんうん、やっぱ後ろに下げられたとしても打点が後ろにならないようにはしたいですね、うん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 、自分が後ろであっても手は必ず前、ラケットは前で、はい、それが高さによってちょっと違うっていうことは、うん、やっぱりボールをきちっと押し返すっていうことですから、あの守るなら徹底的に守っていいと思います、うんうん、あの上にしっかり振ったりですね、次のボールが攻めれなくてもいいと思います、はい、まずミスをしないであのきちっとコントロールして返すということですね、はい、まあ、最初の、まあ、ポジションそして最初の判断を間違えないように、はい、まあ、ここが一番大事かなと思いますので、そうですね、ぜひ練習で試してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!